ここは。見覚えがある。やっぱり、あのお馬さんはこっちの世界の子だったんだ。どっちに進もう。クローカードを扱うさくらちゃんの潜在能力は高いけれど、今はまだ十分な魔力が育っていない。それをこの渓谷の妊婦たちは分かっているのよ。だから独立した強い魔力を秘めているクローカードをあなたから奪おうとしているの。クローカードがこの地にある以上、妊婦たちはいつまでも騒ぎ立てる。私たちの目の届かないところで襲われてしまうかもしれない。クローカードを持ってここにいるのは危ないって言ってたよね。お願い、カードさん、力を貸して。私と一緒に頑張って。よし、行こう。同じくらいの、これくらいの身長の女の子と男の子と。え、なになに、服を引っ張ってる？もしかして私の言葉が通じたのかな。案内してくれるんだね。どうもありがとう。さんたちはいたずら好きだってこと忘れてたよ。みんなを助けたいのに、早くしないと。泣かないって決めたもん。
闇の力を秘めし鍵よ、真の姿を我の前に示せ。契約のもと、さくらが命じる。レディース！水よ、水柱を作れ。私と一緒に頑張ってくれたんだね。嬉しいよ。さんには気をつけないと。それよりも早くしなきゃ。キャ魔物、サンダーお願い。かの者に稲妻を降らせよ。サンダー！やったの？よかった、ありがとうサンダー。雷帝到来！レイ君？大丈夫か？レイ君、どうしてここに？無事だったんだね。ああ、俺は無事だ。リー君、会えてよかった。あ、トモエちゃんは？ケロちゃんは一緒じゃないの？ああ、あいつらとは会えてない。俺はこれでクローカードの気配をたどってたらお前に会えた。それはクローカードを探す羅針盤？そうだ、これをたどればお前やケルベロスに会えると思って。そっか、私のそばにはウォーティーとサンダーがいたから。俺が消えた後、何が起こったんだ？リー君が消えちゃった後、あの馬さんはクローカードを奪っていったの。私、とっさに名前を呼んだんだけど、守れたのはこの子たちだけ。だから、私がみんなを助けなきゃって思って。そうか。日が落ちる前にみんなを探そう。でもどうやって？こいつをたどれば
きっとクローカードを奪った奴の居場所はわかる。俺たちはこの世界に飛ばされはしたが、この通り無事だ。傷一つない。きっと俺たちが無事だったように大道寺もケルベロスもどこかで無事でいるはずだ。そっか。だからまずはクローカードのあるところ、あの馬の居場所を探そう。リー君。なんだ。あのね、助けてくれてありがとう。見つけてくれたのがリー君でよかった。会えてとっても嬉しかった。一緒に頑張ろうね。そのつもりだ。気絶したみてえだ。よくやった。今助けてあげますからね。強い魔力を感じてるの。それもとても異質な魔力。プロスクリシアは強い魔力に侵されていたのね。どういうことだ、マゲッサ殿。そんな相手を取り込んだらルリアちゃんは。プロスクリスイを蝕んでいた強い魔力が今はルリアちゃんの体の深いところまで蝕んでる。この魔力がどういうものなのかわからない限り下手に手は出せない。無理にしようとすればルリアちゃんの体を壊してしまうかもしれない。ごめんなさい。そうなのか。姉さんにも
わからねえ魔法があるなんてよ。そんな魔法があるのかよ。あるとすれば、星の民が作り出したもの、あるいはクローカード。もう一度文献をさらってみるわ。何か手がかりが残されているかもしれないもの。こっちだ。うん。ここは足元が危ない。気をつけろよ。ありがとう。あれ？どうした？さくらー！誰かが呼んでる声がする。何？どこから？さくらちゃーん！今の声は大道寺か？やっぱり、こっちから声がした。行ってみよう。さくらちゃん。おお、さくら、小僧も一緒か。お前らこそ一緒にいたんだな。ともよちゃん、ケロちゃん、無事だったんだね。さくらちゃんも無事だったんですわね。本当に良かったですわ。うん、リー君がいてくれたから私のことを探して助けてくれたんだ。で別に俺は。あら、まあ、二人とも今助かるよ。そっちに行くね。待て。ほえ。した魔物どもがわいらを見張ってんねん。どういうこと？大魔さんが魔法で私たちをこちらに閉じ込めてしまったんです。こいつらはわいらが逃げ出さんように見張る監視役みたいなんや。そういうことか。どうりでうじゃうじゃと。それじゃどうすればいいの？今はワイラにかまっとるよりあの馬のやつを倒すのが先や。あいつがこいつらに命令してる以上、追い払っても追い払ってもこいつらは消えへんで。先にあの馬さんを。確かに、どっちにしろ今の状況じゃ俺たちに勝ち目はない。分かった。トモヨちゃん、ケロちゃん、絶対助けに来るからね。はい、さくらちゃんならきっと助けてくださると信じていますから。そやな、ワイも信じとるで。さくら、ここでさくらちゃんの到着を心待ちにしていますわ。うん、待っててね。さくらちゃん、一つお願いがあるんですが。何？何でも言って。さくらちゃんの足元に私のバッグが落ちてませんか？うん、あるよ。その中にとっておきの衣装に入ってますので、よければ着てください。え？衣装？特別なことをなさるときには特別な衣装が必要なんですよ。そばで応援できない分、
辛い戦いを前にしたさくらちゃんに少しでも私の力を届けたいんです。ともよちゃん、ともよちゃん、いつも可愛い衣装ありがとう。これも大事に着させてもらうね。はい。それと素敵なさくらちゃんと一緒に並ぶなら、りっくんも素敵な衣装に着替えていただけませんか。俺も、いつもの素敵な式服にですわ。特別な衣装に身を包んだお二人はとても勇敢ですから。それでお二人の無事を祈らせてください。うん、わかった。素敵ですわ、さくらちゃん。リー君も。え、どうしたの、リー君。まあ、お顔が赤いですわね。なんでもない。それじゃ、行くぞ。行ってくるね、ともよちゃん、ケロちゃん。ああ、頑張れ、さくら。行ってらっしゃい。気をつけてくださいね。ここは渓谷から一番近い集落じゃないか。前に団長さんたちと来た場所だ。ものすごく強い気配を感じる。あの小屋からか。どうしてそんなところに。わからないけど、行くしかない。気を抜くな。うん、見つけたぞ。なんだ、君たちはどうしてここへ。あれ、団長さんたち、どうして。ルリアさん、どうしたの、ルリアさん。どうしてだ。ルリアさんからクローカードの気配がする。クローカード。それもものすごい数の。もしかしてルリアを蝕んでいる強力な魔力というのはクローカードのことなのか。しかしなぜだ。クローカードは全て回収して君たちは元の世界へ戻ったはずじゃ。そんなことが。巴田町に現れたっていうその翼の生えた馬こそプロスクリスイね。さくらちゃんたちのいる世界に行ってクローカードを取り込んだ。
けれどクローカードの力が強大で、この子には制御がつかなかった。もともと主がいないと魔力を操れない子なんだもの。取り込んだはいいけど持て余していたのね。それで暴れ回ってたってことか。でもよ、どうしてあの青少女はクローカードを狙ったんだよ。それはわからないわ。あの、ルリアさんの身に何が起きたんですか？ああ、ルリアは青少女を吸収することでその力を封じることができるんだ。もがき苦しむ青少女を倒した後、ルリアがその力を吸収して痛みを取り除こうとしたんだよ。だけど苦しむ青少女の力をそのまま吸収したルリアがその魔力に侵されちまって。そんな、あ、それじゃあ私がクローカードを取り戻せば。あ、そうか、ジョーちゃんならルリアを助けられるってことだよな。ピーちゃん、頼む、サクラ、ルリアを助けてくれ。リオ、ゲティ、レ。この場面、夢で見た光景だ。待て、お前一人でなんとかなる相手じゃない。リー君、取り込まれたクローカードはお前の手元にある2枚を除いた全てなんだぞ。だから俺も行く。俺がついてるからって何ができるかはわからないが。リー君は優しいね。でもこれは私の役目だから。みんな大切なお友達で、私が迎えに来るのを待ってるはず。だってあの子たちの主は私だもん。お前はこれがどれだけ危険なことか分かってるのか？分かってる。でも頑張るって決めたんだもん。リー君、大丈夫、なんとかなるよ。絶対大丈夫だよ。お前、団長さん、あの馬さんは私の力じゃどうにもなりません。私はクローカードを封印することしかできないから。だから私に力を貸してください。ありがとうございます。ルリアさん、苦しいよね、痛いよね。でももう大丈夫だよ。私と団長さんですぐに助けてあげるから。サク、ルリア、目が覚めたのか。この子を助けてあげてください。え、苦しんでいるのはこの子だから。
全て避けて